はい、皆さんこんにちは。りなです。だかです。ブログです。私たちは堺の近町にいます。今日は夜ご飯を食べに行きます。そうだね。美味しい居酒屋をちょっと高に紹介したいと思います。れな社長行きつけですか？そう、いつも通りだよ。俺は行ったことないですが、れな社長がおすすめしてくれる美味しい愛知の材料を使った居酒屋があるから、めちゃめちゃ美味しかったです。いいですね。地元の美味しいものを使ってる居酒屋ってことね。マカマカというグループの一つのお店になります。前回も違う店舗で違うなんかコンセプトのお店を紹介したことあるので、その動画も見てみてください。前回は名古屋飯居酒屋っていう感じのマカマカ本店に来ましたが、今日は海鮮、海鮮マカマカ。そうです。広小路通り南側、ポロポロ販売地か何で出口か書いてない。プリンセス大通りのところです。はい、ありましたよ。こっちの4階です。あれこれじゃないね。海鮮マカマカです。これじゃなくて、おこれ、おお、同じ4階にある。レナはこっち行って俺はこっち行けばいいってことだね。ブブー。じゃあ、ミーツを買わないの。海鮮仲間か。もう早速来ましたよ、ビール。オッケー、乾杯。乾杯。はぁ、あ、かぁうまっ。もうなんか撮るたびになんかやちょっとだけやりすぎてるって感じじゃない？今日は金曜日で仕事納めでいやー、仕事終わりのビールはマジで最高で、私は飲んでるわ。ちなみに南知多、愛知県の南知多で作ってるみかん酒。甘すぎない、全然。あ、本当だ、さっぱりみかん酒って感じ。そうそうそう。でこれは南知多でしか売ってなくて、名古屋でこのお店でしか飲めない。あ、そうなんだ。そうそう。南知多っていうのは愛知県の知多半島っていう左側の足、たかがよく説明。ここが知多半島なんですけど、その知多半島の一番下にあるのが南知多市。そこで採れたみかんのみかん酒。もう皆さんも愛知県の知多半島の位置はもう覚えましたよね。動画で何回か紹介してるので足の左側です。なんで大事かというと、僕の地元が知多半島の出身ですだからということで、はい、地元の料理ですね。そうそう。どんなメニューがあるかちょっと見てみようか。メニューを紹介します。じゃあこのレストランのコンセプトは、まあ、ここに書いてある通り、その南知多からの材料をたくさん使ったレストランです。愛知が全国へ誇る漁師の町、南知多。そう、漁師の町なんですよ。そうそうそう。だから島が3つあって、3つだったっけ、日間賀島と篠島と、もう1個あったっけ、なかった？ 2 つ、メインは2つかな。2つと言いましょう。多分もうあると思うよ、ちっちゃい島あると思うけど、有名なのは日間賀島と篠島で、そこからその漁師が取ってるいろんな魚の取ってこっちに料理をする。おつまみ系もそんな感じで、こうエビとかシラスとか出てきた。まあ、全部じゃあ愛知県で取れてるってことだね。そうそうそう。刺身もあって、あとはちょっとその名古屋飯セクションがあって、手羽先。本当だ、もう絶対忘れちゃいけない名古屋飯。そうそう、海鮮とは関係ないけど。でもメインはこっちはあの串揚げがメインの料理で。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、いいね。だいろんな海鮮が使ってる串揚げが食べれます。めっちゃ美味しいよ、ここもまた串揚げが。はい、美味しそう。シラスの三種盛り。はい、ありがとうございます。もうこれだよ、これがこっちのおすすめだよ。うまそうね。生のシラスと茹でたしらすと漬けたしらす、めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃお酒に合いそうだね。う、全部味がめっちゃ違うし、これが一番好きだよ、生しらす。うん、いただきます。
この刺身めちゃめちゃでかいよ。ね、いそうそう。あと何が何か聞いてないかなかった。ハマチ？マグロ？もう味でも分かんないし。お外国人。マグロですかね。うん。マグロ？マグロ。Are you sure? 赤身と中トロが半分半分ぐらいになってる。ああ。うま。ああ、うまい。信じられないよ、タカ。マグロ一切れ。そう、一口で一杯。すみません、生一つください。文句ありますか、社長？あります。今日一日働きましたよ。部下は一日中社長のために働きましたよ。うんうん、この漬物。だからこれは多分ビールを待ってた方がいい。これなんか結構味がもう掴んでしまいましたよ。オッケー、はい。恋しくなるよ、ビールが。うん。本当だ。でしょ？ビール飲みたい。ね。うわ、最高のお酒のおつまみだね、これ。そうそう、味説明して。これすごいわ、ね、ちょっと甘いんだけど、でも甘すぎなくて、味の説明が難しいよ、この漬物は。めっちゃ下手じゃない？絶対に醤油と砂糖で長く漬けたとか。あ、砂糖の甘さかな。いや、そうだ。砂糖じゃない、何の甘さなの？え、甘さ？はい、野菜の本来の甘さとか。分かる。日本はそういう野菜が美味しい国だから。うん、違うよ、日本は砂糖を何にでも入れる甘さだから、国だから。うわー、お酒ちょっとちょうだい。じゃあちょっとこれを、あ、一番好きな生しらす、生姜をつけて、あれをつけて、ちょんちょんちょん。うん、めっちゃ優しい味がする。あと食感もつけたやつと全然違くて、本当にめっちゃ柔らかくて、もう本当に美味しい。これないよ、なかなか。いや、これも美味しいよ。揚げた釜揚げかな。いや、揚げてないでしょ、茹でたでしょ。釜揚げね、茹でたしらす。なんで釜揚げは茹でるの？なんで揚げは茹でるの？言葉が分かんない。残念。美味しい。これうまいね、この生でしょ。おいおい、生な、何何ですか、社長。うん、生が私のやつ。うまっ。社長、社長、ペース早いよ、社長。まだお刺身としらす三種盛りしか来てないけど。だからもう2つの料理を食べ終わったならもう1回。前覚えてる？前覚えてます？前はその、梅酒2杯飲んでベロベロになったの覚えてます？わかりません。大丈夫大丈夫、安心して。大丈夫大丈夫、心配心配。大丈夫大丈夫、ベロベロになるよ。大丈夫大丈夫。ちなみにさっきに紹介してなかったけど、これはメインで来るよ。これ前回食べて、このタクシャブタカが絶対に好きと思って今日連れて行きました。ひまか名物タコシャブ。いや、もうタコってひまか島のめちゃくちゃ有名だからね。そうそう、僕ら一回動画でひまか島行ってて。ああ、そう、あれ揚げたやつの串とかも全部めっちゃ美味しかった。動画見てみてください。そう、いい島です、本当に。シラスのかき揚げですと名古屋港です。はい、はい、ありがとうございます。シラスをこうギュッとか食べて、かき揚げ、シラスかき揚げ、すごいでかっ。ホクホクだね。でしょ、やばっ。シラスの数半端ないじゃんこれ。いや、でも今もう一回食べたら、生やっぱり一番美味しい。さっきの生シラス、生が一番さ、ひらしのしら…酔っ払ってないはず。生が一番しらすの味がガツンってくるからね。うん、うん、うん、
あれは。その。うまっ。今皆さん見ましたか？半分も食べたよ。半分まだ見ないよ。半分だったよ。半分以上だったよね。もうほぼ私一口しか食べてないぐらい。18で2時間で何杯目社長？5杯。5杯だったらもう座ってないよ。もう寝転んでるよ絶対。まあまあまあ、まあ、おー来ました。やばいことが来ましたね。はい、タコ入れます。もずくも入ってるもんね。で、これも入れて、これも入れて、これも入れてみたいな感じで、ちょっと混ぜて、タコともずくと全部くるめて。うわ、うまそう。こっちに入れて、柚子胡椒をつけてパクッと。本当にその組み合わせ最高。タカが遅いともう私が作る。いいよ、レナも作って。どうぞどうぞ。もずくとタコと野菜たち。何、柚子胡椒つけた？あ、つけてない。あ、危ねえ危ねえ。教えてくれてありがとうね。いや本当に私はいないと何もできないね。これめっちゃ熱そうだね。いただきます。あんこ。あ。タカの反応は熱すぎた。当たり前でしょ。あ、なんでもうちょっと気をつけないの。もずくがめっちゃ熱かった。うまっ、最高だねこれ。マジ熱々だね。お、おい全部行こうとしてる。行こうとしたけど。もずくと野菜全部行こうとしてますか社長。行こうとした。はい、じゃあタイを次に食べますか。タイしゃぶもありますよ。すごいね。本当に海鮮、本格海鮮だね。本格だよ。もう本当にこう本格です。見てこれ、すごい美味しそうじゃない。ちょっと焦がしてあって皮の部分。この出汁またさっきのタコしゃぶの出汁とはまた違うね。そうだね。もう本当にちゃんと考えてるね。お、行きますか。行きます。はい、しょ。あー、もうあれもいいね。うわ、うまそう。もういいんじゃない。え、ほんと。うん、もういいと思うよ。熱っ、湯気が。でもこれもあるよ、ちょっと待ってて。ネギと準備悪っ。一緒に入れないともうタイ冷たくなっちゃうよ。いや、それいい、いいことだよ。あら、もうこれすぐいけるもんね。はい、どうぞ。そのためにね。これ。あ。もうタコと全然違う。食感が違うから。全く魚の臭さとかもないし。もう本当にすごい爽やかで、もうお腹いっぱいでも食べやすい。そうだよね、タイってね、さっぱりだもんね。美味しい。入れてしまいましょうか。ポン酢でいこう。うわ、本当だ、さっぱりだわ、タイはでしょ。タコと全然違って、こう口の中でホロ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 って身がこう溶けていく感じ。淡白な感じでいいね。お腹いっぱいでも食べれる。全然食べれる、ね、
あでもこれだったらごまの方が美味しいかもね。ね。ごま美味しかった。タイがすごいさっぱりしてるから。ではでは。では贅沢に2個いきますか。はあ。おい。タイが暴れました。わあ。確かにごまうまいわ。でしょ？うん。タイのさっぱり感がより引き立つ感じ。あー欲しい？いや食べます。これも、うん、そしてポン酢もさっぱり、めちゃめちゃ美味しい。ポンポンポン、やめろ。そうだよ、もういろいろ食べれて美味しいよね。社長の地元の食べ物。あ、そう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 。知多半島の地元は食材の宝庫です。そうだね。いや本当になんか名古屋でいろんなめっちゃ味の濃い食べ物が多いでしょ。うん、ここは本当にこうさっぱりした。うん、さっぱりしてる。そんなに濃くないの人はここに来た。この動画を終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。